と比べてこのサムソン・リー具体的にはどこが良くなっているんでしょうか。コントロールでしょう。コントロール、うん、それとやっぱり去年はねやっぱ調整不足だったみたいですから、やっぱかなりコントロール苦しんでましたよね。去年は契約の問題もありましてシーズン途中からの参入、まあ、キャンプもほとんど行わずというところでしたので、まあ、去年の評価というものはあまり当てにはなりませんからね、まあ、本来ね、まあ、韓国での成績見ますとねやっぱりあんなもんじゃないだろうと思ってましたけど、やっぱ追うの間かなりねソンと一緒にトレーニングしてみたいですから、あっという間に飛ばしの追い込んでいます。オフは帰ってないんでしょ。そうなんです。韓国でね、韓国に帰らずに日本でトレーニングしました、はい、やはり去年 の, そのこんなはずではないっていうのが一つあるのと、これはうかうかできないっていうね気持ちがやはり今年に出てますね。そういった意味でやっぱり孫の存在大きいですね。まあこれは大きいでしょう、8分目ぐらいで投球してるっていうかね、まあ、そうですね、力みがほとんど感じられないですよね。目いっぱいストレートも思い切って投げてましたけどね、はい、